おはようございます。おはようございます。寝癖すごいっすね。マジで、はい、行きますか。今日はあの八幡町のとんちんかんさんに行きたいと思います。はい、まあ、中華料理なんでね、チャーハンをしてみたいなんで、はい、大好きなチャーハンを食べに行ってみよう。皆さん、とんちんかんやってなかったですね。やってなかったね。まあ、そこになったらサハンジに。サハンジ行きますか。はい、まあ、前からよりでかったんで、ええ、で、サハンジいいですよっていう声もあったんで、ええ、回転も早いみたいだし、行ってみたいと思います。はい、行って、なんつったんですか。行ってみよう。行ってみよう。受け入れたいです。お母さん
在宅サービスを注文40台の男性、
酸素濃縮器が使えなくなり、サチュレーションは下がりましたが、内臓総合病院で患者たちが待ってる。はい、伊藤さんですか。ラーメンが、まあ、中華っぽい、中華料理の、ラーメンっていう感じで煮干し効いて、それで、まあチャーシューも固めで美味しいんだけど、チャーハンで美味しいんだけど、ちょっと味付け濃いかなって感じですよね。濃いめな感じで、パサパサ系ではないネットリ系のチャーハンでは美味しい、けどちょっとだけ濃いかな味、そして味は濃いめですね、レバニラも、あ、なんだ、濃いめ好きな方はいいんじゃないでしょうかね。いいかもしれない、味は悪くないもんね、そんな感じですよ。そうですね。